ていきたいんですけども、やっぱりオカリナつながりで多分僕の、フォローになってくれた人なんですけども、この頃カンターレさんではいわゆるコウタさんが言うね次世代の先生方が非常に多いんですけども、まあすごいですね、どうしてあんな多いんですかっていうことが1点。でもう1点が、私もなりたいんですけども、私は音大を出てないんですけども、それでもなれますか。まあ今その次世代で多分今50人ぐらい登録はいるんですけども、多分 ほとんど音大出てますっていうのを僕言ってるんで、その方は音大出てらっしゃらないんで多分そういうことを聞いてきたと思うんですけども、まあ、それについて、お答えしていきたいと思います。またその先生になりたいっていうね、いくつかやり方もちょっと教えてくださいっていうことなんですけども、まずね、なんで、確かに今多いんですよ、あのカンターレ専任講師演奏家って僕は呼んでるんですけども、これがですね、埼玉に出てくれる先生たちなんですけども、こっちがですね、もう長年お世話になってるレジェンド先生で、こっちが割と若手ですね。うん。で、実は僕まだ会ったことない人この中に5人ぐらいいますね。うん。なのでまだまだ増えてるんですけども、これなんでこんなにいっぱいいるんですかっていうんですけど、これはそうですね、僕が40になった去年一昨年からちょっと新しいことをやろうと思ったんですよ。でその30代がもうこのね、このカンターレをもうできるだけもう世界一の楽器にしようと思って、作り込んできた僕の30代だったん で大体それがねほぼほぼできるようになったんですよ、自分のそのイメージを具現化することが。まあもちろん今でも一本一本、ね、いいようには作ってますよ。ただ次のステップとして何が僕楽しいかなと思った時に、ちょうどねその次世代っていうか僕が40な時の下の次世代が果たしてこれカンターレを吹くのかなと、興味は示すのかなっていうのが思ったんですよ。でその時にちょうどね、まあ、皆さんご存知だと思います、あのね次世代のって言ったらね、今ナンバーワンでうちで今活躍してくれてるのが、広島県でね、リクト先生ですよね。でリクト先生がうちの専任になりたいっていうこう電話を受けた時に、ああそっか、その若い方でね、そのきちっと音大を出た方が吹いてくれるんだっていうことをちょっと思って、でそこからちょっとね、そういうそのカンターレ専任講師の育成システムを僕が作ったんですよ。うん。で今登録ではね50名ぐらいいますね。うん。ただその中でもそのツイッターでも言ってたんですけども、そのリクト先生のように早く花が開くにはどうしたらいいですかって書いてあったんですけども、まあいろいろね、そのタイプがあるんですよ、その先生でも。うん。で、もともとは、その僕、音大を出てる人っていうので縛ってるんですね。で、これなぜ縛ってるかっていうと、音大を出てる人っていうのは、やっぱり、何に出てるかわからないにしても、まず音楽のポテンシャルがね、むちゃくちゃ高いんですよ。もうこれは間違いないんですよ。例えばそれがピアノ家だろうが、管楽器だろうが、まあ弦楽器、弦楽器で言いますね、チェロの人がいますからね、やっぱり音楽性が高いから僕はとりあえず音大卒以上じゃないとダメってことは一応言ってはあるんです。で一応僕より年下というのは決めてはあったんですけども、でもやる気さえあれば全然それは関係ないですね。でどうやったらその早く、ちょっとごめんなさい、とっちらかっちゃってごめんなさいね、行く人と、ゆっくりタイプってこう2つに分かれるんですよ。でリクト先生なんかもガツンと言っちゃってますよね。もう本当にまだ1年ですけど、
一昨日電話でちょっと話したらまた2つ新しくね開校が決まったっていうことで、一つがですね、どこだったっけな、まあ後でね、まあ、広島県の方ぜひ、どっかのカフェで決まったっていうことと、もう一個が中国新聞って言ったかな、チューピーっていうその、まあ、カルチャークラブみたいなの持ってるらしいんですよね。でそこでもうオファーがあって決まって、今5カ所プラス個人を教えてるんで、これ1年で5カ所ってもうかなりハイペースですね。でしかももう集いもやってますし、第2回今年10月12日はもう決まってまして、もうね、今度は広島市かな、それでもう押さえてあります。これね、これね、でこれを作った時はまだ3団体だったんですよ。でも、これ作ったのは4月、まあ、3月頃ですから、そこから2ヶ月弱でもう2つ増えてる。だから広島公演がやる時はもうちょっと増えてんじゃないのなんてね、話してたんですけど、もちろんそうやって爆発的に行く人もいますし、ゆっくりゆっくり展開する人もいます。だからこれはどっちがいいっていうわけではありません。で実は今ね、茨城出身の、小田先生という方がいるんですけども、イオンのね、つくばのイオンのカルチャーセンターで、人がもう集まりましたっていうことで、注文がね、発注が LINE にビローンと来てたんで、いや、やったれっていう話でね、というように、1年かけて、1つ目ができる先生もいるし、リクト先生のようにもう1年足らずで5箇所できる先生もいるということで、ですからこれはもうその先生のその進め具合によっても違うし、やっぱタイミングっていうのもありますからね、そういう意味でまあでも陸斗先生は相当頑張ってると思いますね。で小田先生なんかもその、ちょうど筑波でねやるんですよ。で筑波のイオンだからもう出ちゃいなよって言ったんですよ。そしたら、いや、高田先生、あと2ヶ月しかないんで、ね、エーデルワイスでいいですかと、もうね、エーデルワイスでも何でもいいから出ないよって話でね、まあ、多分出てくれると思うんですけどね、ぜひぜひ楽しいと思いますからね。ということで、なんでそういうね、ごめんなさいね、ちょっと軸がぶれちゃってるんですけど、カンターレ専任講師、次世代が増えてきたかっていうと、まあ、僕がそういう人たちを、集めるシステムを作ったんですよ。それがうまく機能して、今50人ぐらいいるということですね、でやっぱりね、やっぱ音大出てる人っていうのはやっぱ間違いなくうまいんですよ。本当に。だからリクト先生と、森田愛香先生っていうのはねいるんですけども、その先生はもうこのコンピレーションアルバムにソロで入ってもらってますので、ぜひぜひこれね、これもね、まあ後でこの CD の方をねやりますんで見てください。すごい上手いですね、だから上手いっていうことはやっぱりカンターレが好き でそこで やらないとダメなんですけどね、ということで、まあ、そのシステムを作ったから次世代の方が結構いっぱいいるっていうことがまず第一点ですね。で第二点が、その人がね、多分ね30代だと思うんですよね。次世代に、入りたいんですけども、音大出てないんですけども大丈夫ですかっていうことなんだけど、一応ね今ね僕がその音大というフィルターかけちゃってるんで、そういうシステムの中にはちょっと入れないんですけども、ただ音大を出てないからって言って先生になれないっていうわけでは全体ないんです。これは全然ないです、むしろ僕いろんな先生見てて音大を出てるからこそ逆に弊害がある先生もいらっしゃいます。じゃあなんで小田先生50人ほとんど音大出てるのって言ったら、まあさっき言ったように
まずポテンシャルが高いから、簡単にベクトルさえ向いてくれればもう僕が教えることって簡単だけでいいんですよ。そうですよね。もう楽天から、その音楽理論から全部入ってるわけですから。ただやりたいんだけど譜面読めませんとか、例えば C 管の C って何ですかとかね、そこから言われちゃうと僕もいくら育成システムにしてもさすがにそこからは難しいじゃないですか、うん、だからそこさえある程度分かってくれて、やる気さえあればそんなの出てなくても全然大丈夫です。で実際あの僕なんかもね、あのこれまた違うメールでいただいたんですよね。いや甲田先生あんなに吹けるんですか、ね、もっと吹いてくださいって言ってね言われたことあるんですけど、僕は音大ではありませんからね、もちろん。で、僕は、経営の、経済学科で、簡単な主任政策の、まあ、私の妹は、法律、法学部の法律学科だから、経営学科と法律法学部卒で作ってるんです、うん、ただやっぱり僕も相当勉強はしました。相当勉強しました。あの本当にピアノから習って、あるいはやっぱ CD 作ることってすごくね、そのいわゆるその音大に行くぐらいの、実はその僕はそのなんていうのかな、スキルアップありましたね。だからそういう意味ですごく勉強はしました。で僕の友達のピアニストに本当にピアノも習ったし楽天も習ったし、やっぱり父親が言ってたんですよね、まあ、僕が若い頃なんですけど、まあ、あの継ぐかもしれないからとりあえずやることやっとけと、うん、でも継ぐことはないよって言ってて、まあ、今こうやってね継がしてもらってて、うん、やっぱりあの時ね父の言うこと聞いとけば、30代が特にね、うん、それかなり、まあ、苦しいんだってわけじゃないですけど、本当勉強しました。だから勉強ってやっぱりするもんなんだなっていうね。だからうちの息子なんかにもね、やっぱりやるべき時は勉強しときなさいって、まあ、言ってるんですよ。それをいつか役に立つからってね、うん、だからそういう意味で僕なんかはさっき言ったように、経営の経済学科、法学部の法律科が作ってますから、別に音大出てる必要は全くない。何が重要かそれはもうやる気なんですよ。やる気があれば音大卒なんていうのはいらない。ただ僕的にはそのシステム上生み出しやすいっていう意味で音大卒っていうフィルターをかけてるわけですね。ですからこのね、あのツイッターでちょっと名前はちょっと言えないんですけども、まあまあ見てくれると思うんでね、あのぜひぜひあのやりたいって方は言ってください。あのノウハウは僕無料で教えます。全て教えます。吹き方も教えます、生徒の集め方も教えます。で、ある程度格になったらもう広島公演とかね、福岡公演ができたように公演も全て僕の方でねやらせてもらってますんでね、そういうことでね、まあ、若い子が非常にね、今たくさん、いろんなところでやってます。で本当にさっき言ったようにね、小田先生なんかはね、やっぱり同郷でね、茨城県で先生が新しく増えるっていうのはあのすごく僕としてもいいしね。で小田先生は偏差値70ですから、あの本当にね意識高い系で簡単に習いたい方は、筑波の、イオンカルチャーセンターかな、うん、これも後で下に貼っときます。あとは埼玉に来るんですけども、あの水戸の出身のね、今芸大に行ってる人が、専任講師になってくれてるね、はるかさんっていう方も埼玉で来てます。この人は僕結構有望視してるんですけどね、うん、というようにね、いろんな形ができると思いますんでね、やりたい方、まあ、僕より若い方はこのねシステムに入ってもらえば全部僕が教えられますんでね、ぜひぜひ来ていただければと思ってます。ただやる気さえあれば絶対いけます。本当に本当に好きこそものの上手なれ、それです。